おいでなすって6時のママよっちゃんです。今回は6時のママが答える育児のありじゃないなしじゃないっていうものを答えていきますね。まあ育児をしてると子どもの制限ってどこまでがいいんかなとかいろいろ悩みません？ダメって言うと子どもからはなんでダメなのってなるし、理由をね答えるのも困ったりもするしね。まあ基準のないありなしっていうのは結構振り回されたりもするし、まあそれよりも第一に子どものことを考えてあげたいよね。子どもに対してこれはなぜありなのかなしなのかっていう方針が欲しいと私は思いました。まあだからこの動画ではまあなんとなく語られがちなありなし論、まあ6時ママなりの意見を示していこうかなと思います。少しでも参考にしていただけたら嬉しいです。まあ最後まで見てくれたらもっと嬉しいです。他にもこのチャンネルでは育児や出産の動画もたくさん出してますので、ぜひそちらもチェックしてみてくださいね。さあでは早速一つ目からいってみましょう。子どもの髪染めありなし？なし。理由は、なんかねもう子どものなんていうかねちっちゃい時の特有のツルツルのキューティクルでこのふわふわのこの綿毛のような毛、それをまあ大事にしたいな、もうそのシンプルなままが一番可愛いんちゃうかなって私は思ってます。まああのままで十分まあ子供はほんま可愛いなと私は思います。言うたらカラー剤にはいろんな化学物質がたくさん何種類も入ってたりもするし、カラー剤には強い刺激物がたくさん入ってるっていうのもあるし、髪の色をただ変えるっていう感じに思ってたら手触りが違ってきたり、まあ見た目もね、まあ、傷んでくると思うし、まあ、全体的にツヤのない髪の毛になってしまうから、まあ子どものツヤツヤが効いてしまうと思ったらもったいないって私は思います。子どものためを思ってなしです。子どものメイクはありですか？なし。理由はうちの子肌もちょっと弱い部分があって、やっぱり今花粉季節的に花粉も飛んでて顔ちょっと荒れてたりもするし、それ以上にこうメイクをして荒れるっていう心配はあるので私的にはなしです。それに皮脂の分泌が盛んな小学生からメイクをしだすと肌をね、なんかね傷つけて老化を早めてしまうらしいんです。まあ、もちろん肌のトラブルとかも起こりやすいし、肌のトラブルが起こると大人になってもトラブルが起こりやすい肌になるらしいんです。私はだから良くないと思ってます。子供が髪染めたいと言い出したらどうですか？髪染めたいって言ったらけど、なんか1日で取れるやつもあるんですよね。だから1日だけなんかもう取れるのを毛先だけピッピッと塗るとか、極力頭皮とか肌を傷つけたくないので罰かな。じゃあ子供がメイクしたいって言い出したらどうですか？これな、いや一回ここに買ったんですよ。それこそ、お化粧道具憧れて買って実際やったけど、やっぱり肌荒れちゃったから、もうほんまに色付きのリップをほんのり塗るぐらいで私は止めてます今。憧れはあるんでしょうね。自分で勝手にメイクしだすとかはない？けどやっぱ興味あるからか、私がお化粧してたらこれ何に使うのとか、これどうすんのとかって聞いてくるから、お姉さんになって大きくなってからやったらいいかなっていうふうに思うんですけど、今はもうこういうのやでとかっていうふうに教えるぐらいかな。はい。子供にスマホ何歳からありですか？これは私は丸で、うちの長男マナトは2年生からスマホを持っていて、長女ココミも3年生からスマホを持たせています。これはなんでかというと、習い事行った時に連絡は取りやすかったりもするし、あと自分で見るとか動画を見るとかゲームをするっていうのも必ず時間を決めて夜は見ないとか、ルールは
一応は決めて持たせてはいます。そうですね、あとキッズ携帯はもうちょっと早めから持ってたんです。あ、そうそう、1年生から持ってましたね。小学1年生から私はありやと思います。持たせない方針のママとかいますか？あ、いてます、いてます。あの、持たせないご家庭の方もたくさんいらっしゃって、まあ、それはそれでありやと思うんです。まあ、小学校になったら別にその本人が持っていなくても、まあ、お母さんと知り合いやったりとか、あとわからないことがあったら学校に直接聞いたりもできるし、特にめっちゃ困るっていうわけじゃないお友達もたくさんいてるので、まあ、それはそれでありかなと思いますね。ただルールが我が家ではあって、で、LINE のグループ LINE、 お友達のグループ LINE はあのトラブルの元になるので、うちは入らないようにっていうのはあのルールの中で決めていることです。親が子どもの SNS チェックはあり？あ、私これなし、なしです。理由はね、やっぱり自分全てにおいてなんですけど、子どもの世界、自分、私じゃなくて子どもは一人の人間やし、プライベートな部分は 見たあかんと思ってるんです。なので見たことないです。それこそなんかこういうのがあんねんけどどうしたらいいっていうので一回見たことあるんですけど、本人が言い出すまでは見たことないし、暗証番号も知らんからな。あ、うん、見たくない。見たか、うん、その子の世界やから、うん、邪魔はしたくないから見ないです。私はもう別に見られたくないっていうわけじゃなくて、子供は子供で尊重したいので見たあかんと思ってるので見ないです。電話鳴ってるでぐらいかな、電話ビンビンとかって鳴ってても鳴ってるでっていう、なんかね、見たあかんと思うねんな。自分のもんちゃうしね、子供ね。うん、何でもない日に子供におもちゃ買うのあり？なし？ああ、これ全然ありです。これね、別に良くないって思うんですよね。全然ありやと思う。これなんでかって言ったら、私とかも思うんですよね。何でもない日にポッとプレゼントもらえたり、パッと美味しいものがいただけたらめちゃめちゃ嬉しいじゃないですか。それと同じで、子供も多分何でもない日にポッと自分の欲しいものが手に入ったら、やったーってなるし、純粋にね、で明日からまた頑張ろうっていう気持ちにもなるし、もう別にありやと思います。なんかテンションもね上がるし、気持ちもね嬉しいやろうし、あと機嫌よく幼稚園とか学校にも行ってくれるしね、もう全然ありやなと思うんです。じゃあ交換条件を提示してご褒美あげるケースとかは？あ、それもあります。それはね、何かって言ったら、例えば長男長女とかはそろばんも習ってるんですけど、何級取れたらこれ買ってもらえるとか思ったら、結構目標があったらね頑張ったりもするし、こう遠い達成感より近い達成感の方がなんかね頑張るんですよね。こう簡単に分かりやすいからかもしれないんですけど、なんかできたっていうのも嬉しいみたいやし、そういうので私はありですけど、ただめちゃめちゃボコスか買い与えないようにはしてますけど、いやほんまにこのチョコエッグもらえるよとかね、なんかもうほんまちっちゃいものやったりするんですけど、その子にとったら大きなものやったりもするから。周りのママはどんな感じですか？何かルール？あると思う。ほんまに誕生日だけしかとか、クリスマスだけとか、おじいちゃんおばあちゃんにとか、そういうねご家庭の方もたくさんいらっしゃるから、まあうちはうち、他は他みたいな感じで考えてるかな、うちはな。じゃあ次の質問。はい。子供のお小遣いいくらまでありですか？私はお小遣い大きいのはマッキー担当なんで違うんですけど、小学生チームは1ヶ月1000円ずつもらってるみたいです。まあ小学生チームは1ヶ月に1000円ずつもらって、でその他の小さな子たちはお手伝いロボットで1回10円で、あとちょっと頑張ってもらった時はたまに100円をお小遣いとして渡しています。お手伝いロボットっていうのは、お手伝いしますって言った時点で お手伝いロボットになってもらうんですけど、お茶碗を運ぶとか、あのお箸を並べるとか、周りのお手伝いをしてくれるロボットになった人は1回10円っていうのを、私はお手伝いしてもらったご褒美として10円を渡す
っていうルールになってます。積極的にお手伝いロボになる子はトーマです。これはなすごいなと思うけど、あの子のお財布パンパンですもんね。お手伝いロボのこのご褒美で、これね UFO キャッチャーらしいんです。 UFO キャッチャーのあのピカピカのお金100円ですね、100円のお金をになりたくって積み重ねてます。どんどん10円を。他はね、いや釣られてヒロもやるんです。でジュンは分かってないな。ジュンね、ジュンもお手伝いロボしてくれるんですけど、この10円上げてもなんかで全然違う、このソファーとソファーの隙間にこう入れてみたりで、でポーンと床に置いてたりとかするので、ジュンのお財布に入れるんですけど、あんま分かってないかな。そう、隙間にこう入れてたりあれ、こっから10円出てったみたいなんとかはありますね。でまた私の財布に戻るみたいなお手伝いも意味もらったことさえも多分本人忘れてたりするからね、まだその価値が多分分かってないんでしょうね。何のこっちゃ分かってないなんかね、我が家ではそのちっちゃなできたっていうのを達成感をねこう得てる感じですね、お手伝いロボで。じゃあ次、子供が TikTok やりたい、出る側ありなし。あー、これはね微妙に丸かな、丸か×微妙なとこなんです。うん、まあこれまあこれぐらいかな、丸、まあ、ちっちゃい丸です。いやまあそもそもねうち YouTube やってますので絶対ダメとも言えないし微妙なとこなんですよね。ちなみによっちゃんが、小学生時代に TikTok があったとしたら上げてますか？いや私は上げてないな。ザリガニばっかり撮ってる派やったからしない派ですね。あっちち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 すかそうやな、まあ、微妙やなここね。ねえ、まあ私らがねやってるのねダメとは言わないんですけど、まあその場のノリでやるっていうのは一回ちょっと立ち止まって確認した方がいいんちゃうかなって私は思いますね。いやーなんかね大人になってから、まあ、動画その動画残ってたりして、いや恥ずかしいってなったら、まあ、かわいそうね。まあ始める前に一回ほんまに大丈夫なんていうのは一回確認しとこうかなって思いますね。ただマナとは折り紙のインスタグラムは始めました。そう、自分の作品を自分の顔とかじゃなくて作品を載せるっていうのはやり始めました。こんな感じで作りましたみたいなのをやり始めました。うん、まああの9歳のここみも、まあ、ちょっと恥ずかしがり屋なので、まあやる側じゃないんかなとか思いますね。まあ恥ずかしくないかなっていうので、まあ一回確認しますね。まあ私もなこんな動画とかあんな動画とか出してるからな、なんともね言えないんですけどね。はい、というわけで子供のしつけありなしのお話をさせてもらいました。子供に制限するのも一方的にダメっていうんじゃなくって、子ども目線に立ってこれはダメなんじゃないっていうふうにしっかり伝えたら伝わるんちゃうかなと思いますね。まあ冒頭でも少しお話ししたんですが、ありなし論の基準もまあいまいちよくわかんないし、そんなことにね振り回されたらまあ正直しんどい。それよりも子どものことを考えた上で、なぜありなのかなぜなしなのかをちゃんとした方針が欲しいと思って、今回は私なりに答えてみました。まあこれはご家庭によってそれぞれ意見が違うと思いますので、動画を見てくれた皆さんが思うこれはありこれはなしっていうご意見もコメントで教えていただけたら嬉しいです。チャンネル登録もぜひお願いします。それでは皆さんにとって素敵な育児デーでありますように。バイバーイ。